それでは3変数1制約条件の場合の、ラグランジュの未定乗数法について解説します。まず例なんですけど、一番簡単なのはこれですね。ちょっと色が変だけど、これは x 次乗プラス y 次乗プラス z と事情マイナス1イコール0ですか。まあ要するにこれ単位球なんですね。まあこれ赤道にしますね。で、この上をXYZ が動くというわけですね。これのもとで、まあ一番簡単なのは、W イコール FXYZ イコール X プラス 2Y プラス 3z にしますか。ちょっと大変かな こういうわけです。もちろんこれ幾何学的に求めることはできますけど、いずれにせよこういうのを、制約条件付きの、極地問題ですね。今までは3変数だったんですけど、2変数だったんですけど、今回は3変数です。それでですね、まあ、というわけなんです。まあ、でも2変数の場合、ちょっと見とくと、軽く見ときますね。まあ、gxy イコール0の場合、いいですか？なんか、こんな風な曲線があるのね。ここ xy が動くわけですね。それで、ここは ab にしましょうか。で、ここで、のもとで、z イコール fxy にしましょうか。いいですか？で、AB で、まあ、極小または極大とします。これ前提ですね。で、この時、何をやったかというと、このき、えっと、じょ、あの、エコーできるための条件は、GY の AB なんですけど、が消えないとき、AB の近くで解いちゃうわけね。解けるのが因関数です。y イコール φx なわけね。いいですか？で、この時FT ってやつを、F の TφT ですか。で、それで、で、この時F'A が0で、しかも、これチェインルールで、まあ、同じことをこう、3変数でもやるんですけど、FX のTφA の1プラス FY の、これ A ですよ。FIA かける φ'A。これが0なわけね。で、さらに実はこの φ'A は求まるんで、同じようにやるか、まあ、いろんなやり方ありますけど、まあ、例えば、こうですね。接線の傾きなんか考えてると、どうでした？傾き、φ'A なんですけど、これは、マイナス gyab 分の、gxab でしたね。で、まあ、というわけで、ちょっとこのあたりは、省略しますけど、そしたら、結論はあるラムダが存在して、いいですか？FxAB プラスラムダ倍の、GXAB が0。それから FYAB プラスラムダ倍の GYAB が0で、制約条件満たしてますから、これは成立するわけです。で、これを未定乗数法って言いましたね。
いいですか。まあこれと同じことを今からやっていきます。で、ここで難しいことを使ったのは1箇所だけで、ここですね、因関数定理ですね。こんなふうに解けるってことを、これは証明はまあ良しとします。いいですか。じゃあ三変数の場合に入りましょう。まあR3 の回集合 U の上に、まあ U なんであんまり気にしなくしなくてもいいですよ。いずれにせよ F と G があるわけね。で、なんかこんなふうに GXYZ イコール0という局面があるわけですね。で、この上に XYZ があるわけです。それで、U は、じゃなくて F は、で、F を最大か最小か、まあ、極大でもいいんですよ。極小化するっていうのが問題です。それで、因関数定理を使うのに、これね、GZP0 が、ここ P0 にしましょうか、じゃあ今から。ABC ですか。GZP0 が消えなくて、もちろん P0 は局面の上になくならないから GP0 が0ですね。これが出します。で、そうしたら、因関数定理があって、いいですか。この P0 の近くでですよ。この近くで、ちょっとこれ書きづらいんですけど、なんかこういう、P0 を中心とする球面、球面があって、その内部に、で、Z イコール φxy と書けるわけです。いいですか。この Z は、ここの Z に着目してください。いいですか。それで、何やるかというと、ここの、そうすると、ここの点っていうのは、xy 決めたら、同時に z が決まって、φxy なわけね。いいですか。ですから、fxy、これ大文字の f ですけど、fxy、φxy と決めます。で、そしたら xy が、いいですか。xy が、十分、p0 の、というか ab の周りで、いいですか。これ xy 平面にすると、ここ ab で、下に、球面と、曲面との交わりを落とすと、こういう辺になりますね。まあ、こういうふうにして、p0 の、というか ab の周りね。これ xy 平面ですよ。ab の周りを十分動きますので、極大とか極小だったら fxab イコール fiab が0ってことが分かります。で、ここで二変数の時の流れを見てくれば分かりますけど、チェーンルールを使います。いいですか。そうすると、fxab イコール チェーンルールについてちょっと、復習しとくと、復習じゃなくて、まあこんなのもうどんどん使うしかないですね。 ft ってやつを f の xtytzt にしましょうか。まあ一変数で十分です。ワンパラメーターでの時、 f't は fx の、これ一時これ長いの書くの大変だから pt にしましょうか。pt の x't プラス fy の pt の y't プラス fz の pt の z't ですね。そうするとこれまあこれのこの形で使うこともありますから書いとくけど、ナブラウェフの pt と、これはx't, y't, z't になります。まあ、これは xt, yt, zt っていうのは、
これ曲線になりますね、3次元空間の中の。でそれのあの接線方向ですね。このベクトルがこれに当たります。あ、ちょっと足りないな、こうですね、ここに注意しましょう。そうするとこれ使います。そうするとですね、ちょっとこれあの急ぎすぎてると思いますので、W イコール F の XY、 まず X で変微分するんですけど、こうですね。じゃあ X で右辺を微分しましょう。でこの時右辺はX と Y なんだけど、Y は止まってるわけね。だからここの Y とかこの Y とか止まってるわけです。で X で変微分します。そうするとなんだっけ、これがF の XY ですね。そうすると FX はどうなりますか？FX のであと1ですね、ここいいですか。それで FY ので、この Y は今止まってますから、これ0ですね、いいですか。で次はFZ でdφ by dx になることは分かりますか。φ は x と y の二変数ですけど、今 y を止めて考えてます。まあというわけで、それで ab 代入すると、そうすると fxab というのは、で、φab というのは c ですから、fxx の abc かける1プラスで fy もいいですね、 fyabc、 まあ書くか、 fy せっかちですね、0プラス fz の abc になって dφ by dx の ab になります。でしたがってこれ fx の abc たすfz の abc の dφ by dx の ab になります。いいですか。じゃあ次は今度何やるかというと、 y で右辺を変微分し、その時は x は止めます。いいですか。だからここの x とかこの x とか定数だと思ってるわけね。いいですか。でそうすると、まあ、同じことなんですけど、fx イコール fx の1プラス fy の0プラス fz の dφ by dy になりますね。いいですか。今 x 止めて y で微分するわけです。そうすると、fy アット AB ってのは FX で AB ファイ AB だけど、これ C ですね。あ、間違えてますね。ここ0ですね。ここ1ですね。X はY で微分すると0ですから。で、Y は Y で微分すると1です。だから、ここはちょっと間違えてまして、ここ Y ですね。ちょっともう、スペースがないんで、ゼロとかもやめときまして、fz の abc の dφ by dy の ab になります。まあ、というふうになります。まあ、というわけで、出てくるのはこれですね。fxab、いいですか、fxab イコール
FIAB が0なのね。でその FX をチェーンルールで書くと、ここにありますけど FX P0 は ABC ですよ。 FXABC プラス FZABC かける FIXAB、 これが0。それからどうですか、 FIAB は FYP0 プラス FZP0 かける FIYAB、 これが0になります。で困ったのは1変数の場合を思い出しておくと、まあここですね、さっきはファイダシエイコールっていうのは簡単に接線の型見つかってやっちゃいましたけど、まあここちょっと1変数でも同じことをやってるんですけど、ややこしいことをやんなきゃいけないです。それでいいですか、まあ、こんなふうに GXYZ が0でここ P0 で、それで周りがここが XYFIXY なのね。いいですか、 XY 動いたら XYFIXY はずっと局面上にあります。いいですか、ということは GXYFIX は常に0なのね。で今やったようにここで X と Y で変微分するとチェーンルールから、これ同じことですね、GXP0 プラス GZP0 かける FIXAB が0で、GYP0 プラス GZP0 かける FYAB が0っていうのが出ます。で、そうすると、要するに、今、ここ0ないですね。GZ、これ仮定しますよ。ここの仮定ね。この仮定を使えば割れますから、FYXAB はマイナス GZP0 分の GXP0。FYAB はマイナス GZP0 分の GYP0 になります。いいですか。ですから、これを、あれこれ言ってるけど、色付きで示そう。FYXAB をここに代入するのね。それから、FYAB はここに代入します。いいですか。で、そうすると、ちょっと、何色だったっけ。ここちょっとマイナスもあるんでちょっと大変ですけど、これとこれになりますね。いいですか、これがFIXAB でこれが FIYAB なわけね。でそうするとちょっと汚くなっちゃいましたけど、ラムダをこのマイナスも含めて、どうすんだ、これだ、これね、これをラムダにします。で同じものが下の FYAB のところにありまして、ごめんなさい、これもうなんか誤ってばっかりだないや、いろいろ大変ですね本当に。これもラムダにできますね。というわけで、それで、まあ、要するにこういうふうに定義して置き換えると、FXP0 プラスラムダ倍の GXP0 が0、 FYP0 プラスラムダ GYP0 が0になります。それで、この式から FZP0 プラスラムダ GZP0 が0っていうふうに出ます。いいですか、これがラグランジュの未定乗数法の結論です。まあ、というわけで、ちょっとこれまずいな。ここは GZP0 ですね。GZP0 が消えなくて GP0 が0の時、それで、まあ要するにこれ単にその制約条件の局面の上にあって、しかも GZP0 が消えてないっていう条件ですね。いいですか。で、ここで極大または極小だったら、
あるラムダが存在して、この1234が成立します。いいですか。まあ、というわけです。じゃあさっきの見てみましょうか。それで、例はあんまり、あ、中止さんだ。ちょっと色を変えよう。あまり GXYZ が X 次乗プラス Y 次乗プラス、これですね。それから FXYZ は X プラス 2Y プラス 3Z でしたっけ。で、そうすると、ちょっと計算の過程で使うから言っとくけど、これナブラ F だよね。ナブラ F の P0 プラスラムダ倍のナブラ G の P0 ですね。これが0ベクトルだったわけです。で、4番は4番でしょうがない。それで、123、これ123ですよ。正確には。で、計算すると、G はどう？ナブラ G は、2x2y2z でしょ。ナブラ F は、123ですか。そうすると、まあ、1プラスラムダ倍の 2x が0。2プラスラムダ倍の 2y が0。3プラスラムダ倍の 2z が0ですか。あとは x 次乗プラス y 次乗プラス z 次乗マイナス1、これは gxyz が0ですね。これを満たす xyz ラムダを求めればいいわけね。で、これは簡単で、xyz ともラムダで書けますね。いいですか。ラムダイコール0とすると、これ1式にしましょうか。1が1、どうなるかというと、1イコール0でこうダメですね。だからこういうラムダイコール0での場合に、この条件、4つの条件を満たす XYZ ラムダは存在しないわけ。だから以下ラムダノットゼロとしてよいと。それで、X はマイナス、2ラムダ分の1。あ、大変だこりゃ。Y は、マイナス2ラムダ分の2。Z はマイナス2ラムダ分の3でしたか。で、これはこの4番の式に代入しましょう。そしたらどうなる？大変というか、4ラムダ次乗分の1が共通で、1たす4、たす9、これが1なの？だから、これ14、ですから、あ、大変だ。計算しとくよ、作ったら。こうですね。まあ、ですから、結局結論は、ラムダ次乗は14分の4ですね。まあ、というわけで、ちょっとスペースがないから、しょうがないんだけど、まあ、ここに書きましょうか。ラムダは、プラスマイナスルート14分の2ですね。ですから、マイナスが ついたりしますけど、ちょっと、こっちに書くか。X どうだったっけ？マイナス2ラムダ分の1。Y がマイナス2ラムダ分の2。Z はマイナス2ラムダ分の3ですか。ラムダはそうするとプラスマイナスルート14分の2ですか。ひどいな、こんなもんかな。で、これ代入するだけです、あとは。そうすると X は、これ逆になりますね。そうすると、
マイナスプラス、あ、これ逆数がいるのか。ラムダ分の1は、マイナス、プラスマイナスか。ちょっと大きくしましょう。2分のルート14ですか。これ2分の1倍していくのね。あ、大変。4分のルート14ですか。y が、マイナスプラスの、まあ同じですね。2分のルート14ですか。それで z が、マイナスプラスの2分の3倍の2分のルート14ですか。まあちょっと大変ですけど、こんな感じですか。こうなります。まあこれはこういうふうに答えが求まるわけです。それでこれ何やったかというと、実はですね、大したこと、これは昔高校生でもできた問題なんだけど、それと実はちょっと見てわかります？これ比を見ると、これを1にするとこれ2倍で、これ3倍、123ですね。だから XYZ っていうのは123の方向ですね。原点から見ると、そうすると、まあこれが要するに接するわけだね。今から説明しますけど、これは fxyz イコール定数がちょうどここで接するわけね。球面と単位球面、その時平面の接平面の方向ベクトルっていうのは、だからちょうどこれ fx プラス 2y プラス 3z マイナス c が0っていうのは、だからこの方向ベクトルっていうのは123ですね。方線ベクトル、方向ですね、方線ベクトルですよ。まあだから接するとしたら、123の向きの半径というか直径というか、そこにぶつかってる2箇所だけね。あとここにもありますね。そうすると、いいですか。まあそういうわけで、その接平面とになってるわけね。fxyz とイコール一定っていうのは、そういうことに注意してください。それで、じゃあちょっともう、そういう話を少ししとくと、123の、この式ね、この式がそこに出てるわけなんですけど、123はナブラ FP0 イコールマイナスラムダナブラ GP0 で、でそうするとこれ曲線、あ、ここ間違えてますね、GXYZ イコール0と、FXYZ イコール FP0 ですね、これの方線ベクトルが2つそれぞれありますね。これが後ろの局面で、前の局面はこのナブラ GP0 で、2つが平行なんですから、これ P0 で接しているということがわかります。いいですか。なんかこうなってたんだけど、要するにまあこんなふうにな接しているわけです。いいですか。これがこちらが GXYZが0で、こちらが fxyz がちょうど遠い面ですけど fp0 ですね、の遠い面です。ちょっと口が回んない。いいですか。まあというよう なわけで、こういうのを接平面条件って言います。ニュアンスの場合は接線条件とか言ったりしますけど、まあこの意味をちょっとよく理解してください。じゃあ一旦ここで切ります。